4つのバージョンがありますので、ちょっとそれぞれ名前をつけましょうか。サモアの後ろにすべてフーがつくんですね。なのでサモアフーまでは全部ここ一緒です。サモアフーまでは全部ここ一緒なんですが、フー以下、Hello everyone, welcome to my channel English with Yuki. My name is Yuki, I'm an English instructor from Ginza Rakucho Language. 皆さんこんにちは。この動画は英会話スクールリンゲージの公式ビデオチャンネルです。本日は銀座有楽町講師ゆきがレベル2ユニット12レッスン2 Williams Dream のスライドとテキストに沿って解説をしていきますので、ぜひ復習にご活用ください。英会話スクールリンゲージでは会話中心のレッスンを行いますので、レッスン中に文法の解説は行いません。この動画をもって英語を知りたい、文法を分かりたいという方に見ていただきたいと思います。それでは早速始めていきますので、スライドテキストのご準備をお願いいたします。このストーリーはフロントデスクのウィリアムにシャロンがミスター・ビゲローがミーティングのためにシェラトンホテルに訪問することを、伝えるところから始まりました。ビゲローがウィリアムの夢の中でどんな人材がいると言っているか、そういうところに注目してこのストーリーを見ていきましょう。早速最初のポイントになります。こんなフレーズがありました。シャロンで Guess who's coming tomorrow というふうに言っています。この Guess ですね、Guess は Guess の代わりに Do you know who's coming tomorrow、 誰が来るか知ってるっていうふうに言ってもいいんですけれども、当ててみてというような感じで Guess、推測してごらんというような意味ですね、Guess、 いい言葉です。またチーフエグゼキティブオフィサーというふうな、単語がありましたね、これは頭文字を取ると CEO になります、どんな略だったかというのを知らない方、しっかりと確認をしておいてください。さて明日ですね、ビゲローさんが来る、アントのミーティングのためにシェラトンホテルに来るということで、そこでウィリアムの、夢になってしまいますね、そして夢の中でミスタービゲローさんはどんな人材が欲しいかというふうに言っています。こんなフレーズがありました。 What this organization needs is talent。 この What this organization needs というこの大きなひとまとまりなんですけれども、これが大きな主語になっていて、このオーガニゼーション、この組織 が必要なものは、is talent、有能な人だよということなんですね。この What this organization needs というここの頭でっかちの大きな主語がですね、理解できない方が多いので、ちょっとここが大きな主語だということを理解しておいてください、こんなフレーズがありました。 We'd prefer someone presentable というふうになっています。 Prefer ですね、Prefer というのは Like と同じような意味でもいいんですけれども、 Like はですね、何かと比べているわけではなくて、 Like の後ろに来るものが好きだという意味なんですが、Prefer の場合はですね、 Prefer は、後ろに来るものが他に何かと比べてより好きだよというようなニュアンスを保っているんですね、Like は何かと比べているわけではなく、ただそれだけ。 Prefer の後ろに来るものは実は何かと比べていて、そっちの方が Prefer に来るの後ろに来るものの方が好きだよというような意味になります。なので、スライドにはなかったんですが、I prefer pasta to pizza というような、単語を覚え、文章を覚えておいてください。この場合、prefer の後ろに来るパスタの方がピザよりも好きだよというような意味になります。さて次ですね、こんなフレーズが、単語がありましたね。presentable というふうになっています。スライドでは clean, well dressed というふうになっていますが、日本語で調べると見てもおかしくないとか恥ずかしくないというような意味になっています。要はおしゃれでしっかりした服装だというようなことですね。そして次です。With a pleasant manner というふうになっていました。Pleasant manner というのは、polite。作法がいいとか、上品で、そして丁寧でというような意味ですね。Manner ですね。そういった、振る舞いのことです。そして、someone who is hardworking, serious, yet
cheerful というふうになっていましたね。どんな人材が欲しいかというののミスタービゲローの注文がたくさん someone 以下で続いていますね。 someone presentable with a pleasant manner, someone who is hardworking, serious yet cheerful。 すごい注文ですけれども、 hardworking 一生懸命働いて、 serious 真面目、そしてこの yet の意味が取れなかった方が多かったんですが、この yet ですね、しかしながらそれでいてっていう意味です。前文と後半の意味の、流れが大事になります。一生懸命働いて真面目だけれども、さらにまだ cheerful ということで、フレンドリーだというような意味なので、真面目ばっかりではない、ではダメなんですね。真面目かつだけれどもフレンドリーな人っていうような注文があるということです。今も言っちゃいましたけれども、 cheerful はフレンドリー、というような意味です。真面目だけではダメなんですね。さらにミスタービゲローの注文は続きます。 We want someone who can cycle but also likes to walk というふうになっています。自転車で、自転車を漕いで、そして歩く人、そんな、君みたいな人がいいんだよねということで、ウィリアムをこうやって指してますね。ウィリアムは、ミスタービゲローに憧れてるのか、そんな夢を見てしまって、びっくりして Yes sir と言って、起き上がったら夢だったっていうようなストーリーでした。ここまで大丈夫でしょうか。どんな人、どんな人材が必要かというところの説明の仕方がたくさんありますので、このダイアログとても良くなっています。丸暗記するような気持ちで全て覚えちゃいましょう。それではエクササイズに参ります。ミスタービゲローとアンが、話していて、ミスタービゲローの新しい秘書セクレタリーの、人材、どんな人材が必要ですかというふうにアンが聞き出していますね。What sort of person are you looking for? というふうになっていました。What sort of person? この sort は kind もしくは type でも同じような意味になりますから、What type? What kind? どんな人が、お望みですか、探していますか、looking for というふうに言っていますね。それでここから大事です。Mr. B. ゲローが I need someone というふうに言っています。この someone 以下の言い方がそれぞれいろんな言い方をしていますので、しっかりと見ていきたいと思います。一つ目の someone の後ろは someone who is intelligent というふうになっています。二つ目の someone の後ろは someone who has になってますね。A good sense of humor になってます。次、三つ目の someone の後ろは someone who can になってますね。 drive。 そして4つ目の someone の後ろは who gets along with others というふうになっていますね。それぞれ見ていくと、一番上は、賢い、 a good sense of humor というふうに読みます。 humor ですね、 humor じゃなくて humor、 humor が good sense、面白いということですね。それから、運転ができる人 can drive で、someone who gets along with others というふうになっていますが、along というのは、そうという意味です。例えば、walk along the river というふうに言ったりすると、川沿いを歩いていくという、そうということなので、with others、他人と沿っていくことができる人、つまり、人付き合いがいい人とか、人と仲良くできる人っていう風な意味になります。いい言葉ですよね。 along 沿っていく、こんなイディオム、慣用句を覚えておくといいでしょう。さて、もっと練習していきましょうね。先ほど、いろんなサモアの後ろに言い方がありますという風に言いました。4つのバージョンがありますので、ちょっとそれぞれ名前をつけましょうか。サモアの後ろにすべてWho がつくんですね。なので、someone who までは全部ここ一緒です。someone who までは全部ここ一緒なんですが、who 以下。はい、1。who の後ろ、is バージョン。2。who の後ろ、has。持ってるバージョン。何かを持ってる。どんなものを持ってるかって言ったら、sense。a sense。a good sense of humor とかですね。次。someone who の後ろ、
can バージョン、何々ができるよバージョン。次、some は who の後ろ、フリーバージョン、フリースタイルバージョン。この4番はフリースタイルなので、どんな動詞を持ってきてもいいっていうバージョン、フリースタイルバージョンになっています。いいですか。1番が is バージョン、それから次が has、have の持ってるバージョン、次ができるできないの can バージョン、そして、動詞が何でも自由に入れていいフリースタイルバージョンになっています。その4つのバージョンがあるんだなっていうことが分かれば、スライドに書いてあった who is intelligent とか who is artisticなんていうのも分かるでしょうし、それから who の後ろ持ってるよバージョン、 who has とか have とか、この場合は someone が絶対後ろに、あの前に来てるので has になるんですが、 has バージョン、どんな has があるかって言ったら、さっきみたいな a good sense of humor とか、good work experience っていう風なのもありましたね、仕事の経験がある人とかいうことです。それから3番目の who can バージョン、何々できるできないバージョンありましたよね、ドライブができる、運転できるとか、それから言語が、外国語が話せるっていう人、話すことができる人、 someone who can speak a foreign language っていうのもありましたよね。そして最後のフリースタイルバージョンは、先ほどのようにSomeone who gets along well with others というふうに、他人と沿っていけるということで、他人と仲良くできるバージョンと、それからオンタイム、大事ですよね、時間を守ることができる人ということで、Someone who、 はい、これフリースタイルなのでいろんな動詞使ってもいいんですよね。今回は arrives at work on time というふうになっていましたね。オンタイム、時間の上にしっかりと、仕事に、ついてくれる人っていうことですよね、はい、この4つのバージョンがあるっていうのが分かっていると結構頭に入りやすいかなって思うんですね。スライドでちょっとね、ごちゃごちゃしていたと思うんですけれども、皆さんが練習していただくのは、この文字を見ないで、もう写真だけを見て、Someone who can drive とか、Someone who gets along with others っていう風に、写真ってだけで文字を見ないで言えるところまで一人で自己トレーニングをしていただくようになります。それができるとですね、結構長めに喋れてると思うんですよね。でこういう風に長く喋れてるなって思うと自信もついてくるし、あ、自分って結構英語長く喋れるようになってきたなっていう成長も理解、分かるようになってくると思うので、ぜひぜひ見ないで、言えるところまで自分を持って行っていただきたいと思います。それでは私の方から以上になりますから、今日のところしっかりと復習してくださいね。では来週はユニット13レッスン3ビジネスレポートになります。ちょっと難しい単語が来週いっぱい出てくると思いますし、話題自体も難しいので、予習をして、スライドも見てレッスンにお越しくださいね。それでは Thank you very much. Stay safe. Okay? Bye. 皆さん、この解説動画を最後まで見ていただきありがとうございます。このビデオがいいなと思いましたら、ぜひいいねのボタンとチャンネル登録をお願いいたします。また何か質問がありましたら、下のコメント欄に質問を残してください。なるべくお返事できるようにいたします。また、英語を勉強しているお友達、もしくはこのビデオをまだ知らないリンゲージの生徒さんがいらっしゃいましたら、このチャンネルを紹介していただくと嬉しいです。それではまた次のレッスンでお会いしましょう。Thank you very much.